タス、ベビーフェイスアサシと言われてますね、はい、メキシコシティ出身で年齢は22歳、43戦全勝 31KO ですね、負けなしですね、メキシコのジュニアバンタム級タイトル獲得して、このタイトルは5度防衛してるんですね。そして95年3月、ダニエル・ヒメネスに12回判定勝ちして WBO の世界ジュニアフェザー級タイトルを獲得、このタイトルなんと8度もう防衛してるんですね。特筆すべきはその5度目の防衛戦でですね、ケネディ・マッキーに倒し倒されるの激闘を演じまして、最終回12回です、TKO 勝ちしてその WBO タイトルを防衛しましたね、はい、非常にその仕掛けは早いしですね、その相手を詰めてからですね、もう倒しきるまでその追い上げの非常に激しいその倒し屋ですね、はい、まあ、浜さん、はい、まあ、22歳と本当に若いんですけれども、もう43試合もやってるんですね、すごい試合数ですね、まあ、普通1試合にすると相当な、まあ、仮に前半のカットであっても相当なエネルギー使うんですよね、はい、それが43試合もう22歳でやってるというのは大変なものではあるんですけど、まあ、ケネディ・マッキニー戦以後ですよね、はい、きつい試合の連続で来てるのは事実ですね。はは、まあ、仮にノックアウトであっても全力を出し切って、そして体力を消耗するような試合が最近は続いてますよね。さあ、今日がタイトル9度目の防衛戦になるわけですけれども、相手がポイズンジュニア・ジョーンズです。こちらもお願いします。そうですね、まあ、もう毒を持った男ですね。その、まあ、これも非常にそのパンチのある選手です。ニューヨーク州ブルックリン出身ですね、年齢は25歳、戦績は44戦42勝26KO2敗、93年ですね、フランシスコ・アルバレスに勝ってそのベイ大陸のバンタム級タイトル獲得、その同じ年のですね10月、 LSL フリオンにその12回判定勝ちで WBA 世界バンタム級タイトル獲得して、このタイトル一度防衛した後ジョン・マイケル・ジョンソンに敗れたんですね。ところがその後ですね9連勝、はい、4KOともう波に乗ってるんですね。その中で、まあ、これ IBC っていうマイナー団体のタイトルだったんですけど、オールランド・カンザスには勝ってるんですね、はいはいはい、浜田さん、はい、まあ、ジョーンズがバンタム級の時すごい騒ぎだったんですよね、はい、まあ、そうですね、その突っ走り方っていうんですかね、その勢いというのはすごいもありましたけど、ただ相手のパンにも飛んできますからね、はい、打たれた場合は思った以上に脆さがありましたね、うん、ただやっぱりクラス上げて体力がついて、そういうのが消えてきたかなという感じは受けますけどね。あ、そうですか、はいはい、さあ今日の試合はどういった試合展開になりますか。早速ご覧いただきたいと思います。この試合は昨年の11月22日、フロリダ州タンパにありますアイスパレスで行われたものです。WBO 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、マルコ・アントニオ・バレラ対ジュニア・ジョーンズの一戦です。From Tampa, Florida, Max Parker Jr. Introducing now the contestants, first in the blue corner to my right, wearing red trunks, white trim, weighing 122 pounds, with a professional record of 42 victories, 2 defeats, 26 wins by way of knockout. He hails from Brooklyn, New York, the IBC Junior Featherweight Champion of the World and the challenger, Junior Poison Jones. 挑戦者です。IBC のチャンピオン、ジュニア・ジョーンズ。 And ladies and gentlemen, in the red corner, wearing los colores de México, red, white and green, he also weighs 122 pounds. He is undefeated in 43 professional bouts. He has 31 wins by way of knockout. El hijo de la República de México.今日が9度目の防衛戦になります。マルコ・アントニオ・バレラ、まあ、赤とその緑とですね白って言いましたけど、これはメキシコの国旗の色ですね。そうですね、はい、
さあ浜さん、はい、この注目の2人が激突しますが、どの辺に注目しますか。まあ、なんて言ってもバルラ勘がいいんですよね、はい、ガード八重低くして勘でよくる選手なんですけど、ストレートパンチャー、特にストレートが伸びる選手の場合に余計損なう可能性があるわけですね。ですからジョーンズのストレートが見どころだなというふうに思いますね。そうですか、はい、ご覧のようにお客さんがびっしりと入っています。よく入りました。さあこの実力者同士の対戦です。ポイズンというニックネーム、毒という意味です。ジュニア・ジョーンズ、そしてチャンピオンマルコ・アントニオ・バレラ、童顔の暗殺者というニックネームを持ちます。まあ本当にこれは9度目なんですが、8度の防衛は、まあ、数えてみますとおよそ20ヶ月の間に8度も防衛するということになります。まあ本当に異例的ですよね。そうですね、まあ、3敗21ですから ね、 その3ヶ月弱で平均ですね、その防衛を重ねているわけですね。そういうことになりますね。さあ試合が始まりました。赤のトランクスが挑戦者、ジュニア・ジョーンズです。ご覧のように背中を見ますと逆三角形といいましょうかね、非常に肩幅が広い、そして筋肉を感じさせます。挑戦者のジュニア・ジョーンズ、まあ、その逆三角形のコントラストを成しているのは胴が細いですね。そうですね、あのオランド・カニザレスとやって勝利を収めています。先ほどのプロフィール通り。浜さん、あの試合はどう見ました。はい、そうですね、まあ、カニザレスもなんていうんですか、少しセーブしたペースで行きましたけどね、はい、やっぱそれに対してもジョーンズの一回一球上げての勢いの良さを感じましたね。なるほどね。赤のトランクス、ジュニア・ジョーンズがオールランド・カニザレス、まあ、名選手を破っています。でこの試合の時はうまく戦いましたね、はい、長いリーチを生かしてお距離を取ってくれながらね。今ジョーンのカウンター浅かったですけど、タイミング合いましたよ。カウンターを取りに行っています、ジュニア・ジョーンズ。まあ、バレラはややガードを低くして、勘で避けるんですけどね、ジョーンズのパンチは伸びてくるんで、避けたつもりが伸びてくるというのが出てくるかもしれないですね、はい、ケニー・マッキニー戦でもそういうのありましたからね、はい、そういった場合もやっぱりガードを上げて弾き返すことは大切ですね。左を伸ばしていきます、ジュニア・ジョーンズ。まあ、ジョーンズも早くからエキサイトマッチで放送していますので、随分見てきたような気がするんですが、まだ25歳の若さです、ジュニア・ジョーンズ。だからジョン・マイケル・ジャクソンですね、に敗れたのは94年の4月ですよね、まあ、その2度目の防衛戦でその敗れたんですけど、あ、ストレート、インサイド、いいストレートが入りました。ジュニア・ジョーンズのパンチ、また左をついていきます。バルラの、 ガードも動くことは動くんですけどね、まあジョーンズのパンチが速いのでもう少し上げておいた方がいいですね。浜さん、立ち上がり第1ラウンドジョーンズが積極的ですね。ジョーンズのパンチが伸びますね、そしてややバルラがガードを広く持っているところの真ん中を行ってますよね、はい、それではバルラちょっとガードを広めに取っています。やや広いですが、もう少し締めてですね、ジョーンズのパンチを前で弾くといいんですけどね、はい、ボディを打ちました。バルラまた左をフォローしていきます。カウンターを取ろうというジュニア・ジョーンズ、当たってはいませんが、ここで第1ラウンド終了しました。まあ、1ラウンド目はですね、その私はジュニア・ジョーンズの挑戦者のポイントにしますね。10対9です。はい、毎試合最初の試合の1ラウンド目の後はその採点基準申し上げるんですけど、はい、お願いします。まず有効なクリーンヒット、これ第一ですね。次に構成、そして防御技術、そしてペース支配ですね、リングジェネラルシップといいます、こういう項目でその採点をつけていきます。WBC、これはまあ WBA 方式なんですね。 WBC は表現がちょっと違うんですね。イフェクティブアグレッシブネスって有効な構成、これが 70% ですね、はい、その後ですね、リングジェネラルシップ 20%、 そしてあとの 10% はポジティブネス、積極性だと、そういう表現もあります。ただし、まあ、有効なクリーンヒットを、その相手に与えたダメージをその第一ポイントに取るっていうのは、それはもう変わりませんね、はい、WBA と WBC のその表現の仕方に違いがあるわけですね、はい、
ただし、まあ、プロボクシングですからね、相手にダメージを与えた方がそのポイントを取るというのが、まあ、現行の採点基準ですね。はい、分かりました。さあ第2ラウンドです。 WBO 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ。左いいシャープなリールブローが出ました。おーっとインサイドからワンツー。ジョーンズのパンチがストレートのパンチが速いんで、やや出遅れてますね、バレラは。ちょっとスロースタート気味のマルコ・アントニオ・バレラ、43戦全勝 31KO です。チャンピオン、本当に今飛ぶ鳥を落とす勢いというのはこういう感じなんでしょう。いいクロスができました、チャンピオン。一方ジュニア・ジョーンズはですね、そのジョン・マイケル・ジャクソンに敗れて、その1試合置いて、その2試合目ですね、はい、ダレル・ピンクニーっていう選手にこれ負けたんですね、これはまあバンクラスで負けたんですけど、これで評価がガクンと落ちたんです。あでもジュニア・ジョーンズは終わったと、もう打たれ弱いと、グラス状だと、ガラスの顎だと言われてたんですけれど、最近9連勝と、まあ、再浮上しつつあるわけですね、はい、ちなみに予想は8対1バレラ有利ですね。そうですね、あの掛け率の、はい、それはやっぱりバレラの勢いを見るとそうでしょうね、その辺の掛け率でしょうね、やっぱりね。そうですね、はい、ボディを打ちました。両者のウエイトはちょうど一緒です。 55.34 キロになります。ジュニアフェザー級、ウッドボディ2つ、もうおーっとエクサスしますね、だいぶラフになってきています。ここはレフェリーが割って入りました。マックス・パーカージュニアです。おーおっと左を返しました。ジュニア・ジョーンズ、バレラが入ろうとした瞬間にパンチが飛んできますね、はい、ジョーンズのパンチは切れてますよ、はい、ジョーンズとしてはですね、中に入れるとうるさいっていう感覚があると思うんですね。だから出花出花、距離ができるとですね、ストレートをついてジャブワンツーですね、手を動こうとしてますね。あ、ナイスボディですね、はい、メキシカンマルコ・アントニオ・バレラ、ボディーブローを放っています。あのボクシング界にはその胴が細い選手っていうのはですね、そのボディの強さどうかなっていうその定説があるんですね。どうなんですか、まあ、ボディがやはり、はい、まあ、統計取ったわけじゃないんですけど、感覚的にやはり細い選手はですね、ボディ弱いんですよね。あ、そうですか。あ、ここでゴングです。丸い体、そういうそのビアダルの小さいような感じ、はい、それのボディが結構強いんですね。脂肪がついてたらそれはダメですよ、しかし薄っぺらいボディの選手はですね、やはりその打たれた時に結構ボディが弱い例が多いですね。だからさっきのボディブローなんか有効なんですけど、このラウンドも私はジュニア・ジョーンズの、ジャブワンツーですね、積極的に距離ができたら打ってたパンチを取りたいと思います、はい、こちらがジュニア・ジョーンズのコーナーです。向こう側におなじみのルー・デュバが控えています。セカンドアシスタントが出ています。まあ、ルー・デュバって言うとメインイベントにですね属しました。あのトレーナージョー・ファリエロっていうトレーナーだったんですね。これはカスダマとモンカです、はい、ところがこのトレーナー亡くなったんですね。だからこれまでジュニア・ジョーンズの、まあ、キャリアにはですね、ジョン・マイケル・ジョンソンにそのバンクラスで敗れ、はい、それもう自分のですね師匠 の, その、ジョー・ファリエル・トレーナーが亡くなった、そういう2つのダメージあったんですけどね。中向きインサイドから入っています。バレラは打ってきたんですが、インサイドからジョーンズもいいパンチを何発か入ったような、そんなシーンが見られました。シャープな動きを見せますジョーンズ、まあ、あのバレラの一発のパンチよりも、はい、ジョーンズのパンチの方が速いですね。あ、タイミングも合ってるような感じがありますよね。すべ、ね、はい、まあ、てはではないんですが、マルコ・アントニオ・バレラに合ってるようです。ジュニア・ジョーンズ打ち方は硬いんですけどね、ジュニア・ジョーンズ右のストレートがかわされました。さあバレラもじっと来るタイプです。当たればいきそうですね、このどちらがその、ジョーンズの方ですね。あ、まあ、左手を下げてですね、だから、まあ、距離次第なんですね。自分のパンチは届く、相手のパンチは届かない、そういう距離で戦っている時にはジュニア・ジョーンズは強いですね。第3ラウンド
場所はアメリカのフロリダ州タンパです。フロリダのボクシング事情というのはどうなんですか。まあ、あのドンキンプロモーションもフロリダに来てきましたし、はいはい、その将来的にですね、その中南米からの移民が多いですね。だから将来、まあ、フロリダ州、そのマイアミ、タンパというのはボクシングのもっとメッカになる可能性はありますね。まあ、現在何といっても流星を起こっているのはラスベガスですからね。そうですね。ただまあフロリダではかつてあのアレクシス・サルゲル、アーロン・プライヤーみたいな試合も行われましたし、そのアリ・リストン、こういった試合もありましたね。おっと左返しました、ね、3つ目左を返したのがヒットしています。ジュニア・ジョーンズ予想以上に3時伸びてくるんで、バレラも手強いぞと思ってるでしょうね。なるほど。ボディ2つ、バレラのコンビネーションを徐々に見せ始めています。ただ打ち方はそれほど良くないです。ジュニア・ジョーンズですね、バランスが良くないです。打ち終わったら体が前へ倒れる打ち方ですから、体腰が回転してないです。おっとボディ2つ、ボディのカウンターいいですよ、はい、ラゾビ3ボディを狙います。いいコンビネーション、ダブルボディをボディでボディ攻めて動きを止めてですね、そしてインサイドに入って仕留めようという腹ですね。またボディを打ちます。カウンターを取ろうというバレラ。ジョーンズも大振りになりましたよ、ですね、はい、バレラの本領発揮になってきますかね。明らかにそしてボディを嫌ってるような感じありますね。そうですね、はい。まあ、今のラウンドはですね、まあジュニア・ジョーンズもこの後に登場してきます人気者、ロイ・ジョーンズのこれは控え室の様子ですね。まあ、今のラウンドはですね、私あの、バレラのプレッシャーを取りたいと思いますね、はい、第3ラウンドを終えています。チャンピオンがこの試合初めてラウンドを取りました。まあ、ようやくバレラらしくなってきたかなという浜田さん、まあ、そんな感じも見られますが、そうですね、やっぱりバレラまあ、なんていうんですかね、ダンプカーみたいに突進力がありますからね、はい、そういう風になってくるとバレラペースですよ ね、まあ、本領発揮の時が来ましたね。非常に冷静なチャンピオン、マルコ・アントニア・バレラ。いや、この冷静のような顔っていうのはいいんですよ、もう打っても空振りしても何しても表情が変わらないというのはですね、相手からこう何を考えてるんだろうと僕みんな思いますからね。毎回小泉さん話をするんですけれども、非常に知的なね、外見というか風貌を持っておりまして、実際そうなんですけどもね、勉強家ですよね。そうですね、まあ、大学の法学部のですね、学生で将来弁護士になりたいという夢を持っています。これはもう世界チャンピオンになって忙しいもので今休学中らしいんですね。まあ、忙しいも忙しいもその、20ヶ月にこの8度の防衛を飾りまして、これが9度目の防衛戦ということになります。本当に休みなしですからね。勉強する暇もないですよね。ないですよ。練習したら体休めないといかんですからね、第4ラウンド1分経過しました。およそ1分、まあ、元世界チャンピオンでですね、引退後弁護士になるかなっていうのはなかなかそのユニークな人生だと思いますね、だから勉強の方も、まあ、頑張ってほしいと思いま す、ね、おっと右合わせました。チャンピオンのパンチ、だんだん距離詰まってきましたね。そうですね、はい、これはバレラの距離なんですね。はい、そうです。あ、ちょっとローブローだったと、ね、休ませますね。まあ、バレラはまあいかに高顔の美少年だからって言って、そのローブローは良くないですね。今のはダジャレですから、ちょっと意味を考えてみてください。高顔の美少年はローブローですからね。なるほど。続行します。距離が詰まってきています。ショートレンジの打ち合い、おー、右のストレート、左を連打します。チャンピオン右のボディーブロー、バレラは相手がストレート打つ瞬間にボディーブローのアッパーを打つんですよね、それはいい狙いではあるんですけど、ガードが、なんていうんですか、ボディーブロー打つアッパーを打つ時にはガード下がるんですからね、そういうのは勇気ないと打てないんですよね、右
のストレート、またいいボディですね、はい、中に入り込んでいますバレラ。ちょっと打ち方良くないですね、ちょっと顎を上げて打ちましたね。時々あれが出るんですね、バレラの体勢を立て直そうというジョーンズ、取り取ります、ね、こう腰を逃がしているような状況になってきましたが、取り取ります、パンチを弾かれました、左にレンドを突きます。パンチを弾いてればいいんですよね、いやいやガード広いところがありますからね、そして、顔面だけを反らして避ける場合があるんですよね。ミドクロス左出した、はい、その場合にやっぱりあのジョーンズのパンが伸びるわけですよね、今も少し見られましたね、顔面を反らしてね、あ今あの避け方はそうなんですね、触れてはいるんですけれども、その有効なヒット強烈にはもらっていません、まあ強烈にはもらってないと言っても、踏み込みがもう少し鋭かったらっていうのがありますよね、まあ、このラウンド距離が詰まってき始めました、だからバレラのパンチよく当たり始めました、プレッシャーきついですね、あの、まあ、有効なクリーンヒットはバレラの方が多かったと思います。そうですか、だからバレラのラウンドにします。第4ラウンドもバレラが取りました。こちらちょっと鼻血が出てるんですね、やっぱパンチもらったということでしょう、ジュニア・ジョーンズ、まあ、最近鼻血の止め方はやはりこの方式ですね、まあ、綿棒にその止血剤を組んでして鼻の中入れて、それでちょっと両鼻を押さえると、はい、鼻血っていうのはですね、まあ、すぐ止まるタイプの選手とですね、なかなか止まらないタイプ、私もカットマンしてていいんですけど、出やすい選手と出にくい選手もいますね。さあセコンドを下げさせます。第5ラウンドです。 WBO 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦、アメリカフロリダ州タンパで行われています。注目の2カードがありますが、そのまず第1試合、この後にメインイベントとして、注目ロイ・ジョーンズ、それから往年マイク・マッカラム、この両者が出てまいります。タンパはあのラジオがよく入るんです、タンパ放送って言います。さあ第5ラウンド、ボディ今入りましたか、エルボーで、まあ、しかし相手のストレートに対してボディーブローのアッパーを打つというのは勇気ないと打てないですよ。あ、そうですか、はい、当たればですね、ボディーがらきのところに当たりますから、効きますからね、ちょっと頭を気にしました、ジュニア・ジョーンズ、左肩を込んで右、おっとオーバーハンド、だんだん良くなってきましたね、非常に危ないシーンが見られました、ジュニア・ジョーンズ挑戦者、いいシーンはバレラ、やっぱり体のバネがないですからね、その硬いんですよね、だからダッキングした時にその元の位置に戻らないですね、うん、おー、右ストレート、いいストレートです、ジョーンズミルクロス、クリア詰まっています、バレラのペースが出始めたところ、いいパンチが入りました、挑戦者、まあ、後ろの方からたまにああいったパンチ食ってますね、ちょっとエキサイトを止めたんでしょうか、そうですね、ラフファイト、そのちょっとラフ気味になったですね、その辺を注意しました、またもう一度両者をきれいに巻きます。ああ、バレラが調子が上がってきたようです、どんどん行っています、チャンピオンマルコ・アントニオ・バレラ、ここまで43戦全勝です。ジョーンズが下がっています、ミドルストレート、いいストレート、これよく入りますね、そうですね、同じ食い方してるんですね、ミナッパーです、擦り上げるように、あ、何かアピールしました、頭でも当たったんでしょうか、バッティング、あ、なんかね、アピールしてますね、チャンピオン続行です。その前に小さなアッパー入ったんですけどね、はいはい、ちょっと効きましたね、ミドルストレート、バックリンチ、すぐバッティングでちょっと左目切りましたね、バレラの方ですね、左から右のストレート開始してる、カウンターになりました、ものの見事に右がヒットしました、カウンターです、これは効きましたね、立ち上がりました、どうでしょう、効きましたよ、出血もカウンターになりましたからね、並び始めています、どうでしょう、今は効きましたよ、さあ続行です、あとわずか、第5ラウンドチャンスです、
ジュニア・ジョーンズ、ミドスレートから左、ミドスレート、これでゴールです。あーっと、レフリー入りました。いやそこも入ってきました、レフリーも。あっ、レフリー試合ストップしましたね。ここで試合終了ですか。あー、試合終了です。レフリーが間に入りまして、その後セコンドが画面飛び出してまいりました。そして両陣営が出てまいりまして、挑戦者のジョーンズも両腕を上げています。あー、バレラ王座転落です。本当に一瞬ですね。9度目の王座防衛に失敗しました。そしてジュニア・ジョーンズ2階級制覇ということになります。44戦目にして初めてその土がつきましたね。あ、そうですね。騒然とした感じのフロリダ州タンパ、あ、何が起こったんだというそういう表情にも見えます、マルコ・アントニオ・バレラ。 WBO のチャンピオンベルトです。まあ、3ラウンド目の終わり頃からですね、距離が詰まりだしてバレラのペースになりかけてたんですね。ジュニア・ジョーンズは突き放したい突き放したいと思いながらですね、その打ち合わせさせられて、はいはい、これいいパンチも当たってたんですけどね。ところがこのラウンドですね、打ち合った時にそのカウンター気味の右が当たりましたね。効きましたね。これは2度目ですね。この前にゴングが鳴って、その2、3発打ち続けたんですね。それでセコンドはすぐ飛び込みましたけど、水をですね、ジュニア・ジョーンズにかけたのは良くないですね。これハーメッド、ナジーム・ハーメッドですね。TKO。Enters the ring before the bell is rung. The winner by technical knockout and new WBO Junior Featherweight Champion of the World, Junior Poison Jones. 画面の表記は TKO となっています。新しいチャンピオンです。ポイズン、ジュニア・ジョーンズが新チャンピオンとなりました。まあ、番狂わせですね。あ、これは小さなアッパーを入れるところですね。その後バッティングをアピールしました。このカウンターです。ここですね。これは効きますね。バレラも右出してたわけです。ところがワイドオープンになってましたね。あ、これはよくわかりますね。頭も打ったかもしれません。で、この後ストップになるんですが、まあ、ストップかどうかです。今レフリーが割っていこうというところでした。まあ、その前にゴングが確かに鳴っています。結果は5ラウンド失格勝ちとなりました。ジュニア・ジョーンズが新チャンピオンになっています。